名古屋市天白区の名城大学。午前8時半過ぎという時間にもかかわらず、食堂には学生たちの姿が。目当ては朝ごはん。そのお値段なんと100円です。朝食メニューはおにぎり2つとおかず、味噌汁、全部で280円分です。学生向けの朝食をなぜ100円で？朝食を取らない学生が多いっていうことを聞いていて、大学として何かできないかなと思って、ワンコインの中でも手軽さを求めて100円で朝食が食べれるっていうインパクトで100円にしました。名城大学では2016年度から100円朝食を続けています。提供は8時半から9時までの30分間。前期後期ともに学期が始まって1ヶ月ほどの期間限定です。アルバイトなどに追われる学生への支援でもあるこの取り組み。品薄で価格が急騰した米騒動もあり、学生たちには米が人気だといいます。280円分のメニューを100円で食べられることに学生は。いや、100円でこの量はめちゃくちゃお得です。お得でたくさん食べれてすごい嬉しいです。習慣とかつけれたらいいなって思ってます。名城大学では普段の生活でも朝食の習慣をつけられるように、100円朝食の終了後も学生を指導していきたいとしています。